テアンデ、南海高野線岸の里玉出駅ですと。はい、まあここはね、大阪の西成区かな。でこっちになんかマックスバリューがあって、こっちっていうのはこっちの方向っていうのはもうなんかね、こっちが南海本線っていうところの高架 でこれが南海高野線の高架やから、もう交わるだけで何もないんですよ。だからこっち側に行かんとダメなんですよ。岸の里玉出っていう名前でピンとくる方はいるんじゃないでしょうか。そうですね、大阪府では有名な黄色い看板の、スーパー玉出の第1号店がこの辺にありますよと。岸の里、地下鉄四ツ橋線に岸の里っていう駅と玉出っていう駅があるんですよね。それが合体してこのここがね、大体これが中間地点なんで岸の里玉出駅っていう名前になってるんですけどね。よし、まあまあ住宅地はね置いといて、今からも行ってる方向を、せやな、次だから左に曲がって、そしたらまあもうちょいこう開けたところに出てくると。さっきまですんごい雨降ってたんよね。まあさっきもあるところに行ってて、でこのまま雨やめへんかったらもうここに来ることなかったんですけど、まあ途中止んでたんでわざわざ来ましたけどね。いや、しかしさっきの雨が嘘のようやね。なんかまあ空自体は曇っとうけどな。こっちやな。なかなか、だってもうあの雨やったらもう家帰らなしゃあない思ってたもん。結局佃島編はねえ、駅の裏側行かれへんかったし、まあ結局こうやって来れてよかったわ、ほんまに。生きる時にね、行っとかんと。俺もなんか引っ越しするから、ちょっと今後忙しくなるから。こっち行ってみるか。あんま行きすぎるとな、次はあの手塚山っていうところに出てるから、あんま行きすぎる方がいいんだけどね。まあまあまあ。ちょっとだけほんならこっち行ってみるか。今回のメインはこの辺じゃないからね、そもそもが。メインはね、玉出の商店街のとこにあるんで、そこは最後行くから。やっぱこういうトラムの、線路があると、わかりやすいな。これに沿って行けばいいもんな。前をこの通過してるのが、これは南海高野線。で、まあ、地下鉄のな、玉出駅ぐらいまで行くのが、まあ、今回目標にしようかな。そしたらね。これを、まあ、こっちに沿って行ったらいいのにな。ほんなら。とりあえず、これはなんか、紀州街道っていうらしいですね。なんか、これをまっすぐ行って、とりあえず、電車、あのトラムに沿って行くと、あっちは入られへんから、こっち行かなあかんからね。こっちがあかん。こっちは線路入ったらあかんからね。今高架下くぐったけど、こっからどうやって行ったらいいのかな。とりあえず。こっちじゃない気がすんねんな、でも。どうやって行こうかな。ちょっと行き方をもう一回考えたいな。一旦ちょっとこっちの細い路地に入ってみるわ。もうここの、これよりね、線路よりこの向こうっていうのは、微妙にちょっと違うエリアになるんで、行かん方がいいんかな。どっちやろ。わからんけど、行った方がいいのか。できればほんま俺この左側に行きたいねんけどな。あべのハルカスが見えてるな。まあ今ちょっとね、踏切渡ってみたんですけど、この奥にね、安倍の神社っていうのがあるんですね。
これ安倍の神社です。安倍の神社もっと近くまで行ってみるか。よし、安倍の神社の前まで来ました。たまたまこの目に入っただけやからな、 もっと目入ってなかったら多分行ってなかったと思う。まあこの辺でいつか、ほんなら。お、安倍の神社の看板もちゃんとあるやん。じゃあ次ね、こっち行こうかな。こっちはもうまた、あの駅のとこに戻っちゃう。こっちやね。まあ特にこれは、この辺はもうほんまにただ なんかあるっていうわけでもないねんけどね。まあただ一応駅の周辺を散歩するっていう名目やから、とりあえず来たみたいなね感じやから、この辺が岸の里エリアなんやな。こっちは基本的にはもうこっち側はもうね、普通の住宅地やからあんま行かんでいいんちゃうかな。あ、こっちにほらまっすぐ行くと今ちょっとねあれが見えた、マックスバリューが見えたから、ちょうどだから駅前なんやな。あ、ちゃうんや。え、ちゃうの、わからん。もうごめんなさい、ちょっとあんまり僕も適当なこと言わんといた、言わんとこうかな。もうマックスバリューやと思ったらちゃうかったかもしれん。あんま適当なこと言うとちょっと知ったかぶりがバレるから、あんまり言わんとこ。もいもい、なんやこれ、もみもみじゃないんやな、マッサージやのに。お、何ですかこれは、なんでしょう、萌え木祭りってあるけど、どこまで行ったらいいね。こっちからちょっとこっちに入ってみたんですよ。はい、こっち史跡公園なんや。あんまちょっと人おるからあんま取られへんかった、ごめんね。うわ、でっかい木やろ、何やこれ。絶対なんかご利益あるんやろな、この木は。こんなとこにだってポツンと一本生えてるのおかしいもんな。何があるんでしょうな、これ。マンション、よっしゃ。うわ、すごいね、このなんか洗濯屋さんみたいな感じやんな。やっぱこの辺もね、ちょっとまだ西成区特有の、まあ、ちょっと昭和チックな雰囲気っていうのはまだやっぱ多少残ってるんやろうな。まあ、西成区の一番ここって端っこなんですけどね、そのもうちょっとこの難波天王寺寄りに行ったところの方が結構ねがっつりそういう雰囲気持ってるからな。この辺はまあまああっても、まあ大してやっぱあの辺に比べるとね、まあ一つなんじゃないかな。まあ一つって言い方は悪いか、まあそのそんなにまあちょっと濃い雰囲気ではないんじゃないかなっていう。ちょっと曲がりで、なんでしょうあれ、なんかちょっと待って、変なビルあったで今、変なビル発見した、見える、あのなんか、え、なんかチョコレートみたいなビル、ホワイトチョコみたいなビル、何あれ。いや、あれ家なんや、マンションなんや。え、マンションっていうか、まあマンションなんやろな。なんかわけわからんけど、じゃちょっとこっち入ってみようかな次は。前方に公園らしきものが見えるんですけども、あれが天ヶ茶屋公園ですね。天ヶ茶屋公園まで行ってあれかな、ほんなら別のゾーンに行こうかな。したらこっちは何でしょうな、まあ、こっちも相変わらずか。郵便局の人、さっきからずっと会ってる。もう、まあ、
回り方が一緒なんかな、道順が。あ、この辺ちょっとなんか綺麗な家が増えてきてるわ。よし、じゃあ天ヶ茶屋公園まで行こうか。とりあえずな、あんま行きすぎてもそのメインのとこに早く行きたいからな俺も。天ヶ茶屋公園ですねこれがね。公園としては結構いい公園なんじゃないでしょうか。すごいざっくりした感想やけど、広いもんな。広いし、まあちょっと今日は雨さっき降って天気もあんまり良くないからあんまり人いないんですけど、全く人がおらんな。さっきのでもあのなんかよくわからん史跡公園っていうところなんかは結構なんか親子連れが多かったのにな。あのあんま取られへんかったとこ。おお、なんか何やこのマンション、マンション三河。なんかこうあんまり住みたくないマンションやな。こっちはまあまああれか、もうこっち行かんとこも、こっち側行こう。バレー、わ、マンション多いね。なんか小さいマンション多いな。よし、天気悪いなやっぱり。そんで先のこの線路で行きました。この辺、これまあこの辺がこういう感じで、木の里ニューハイツあるけどあんまなんかニューって感じしないもんな。よし、じゃあひとまずここまっすぐ行くか。よし、ようやく反対側回ってこれた。今から後半、今回ちょっと充実した後半にしたいな、ほんま。まあこれからの俺次第やけど。相変わらずなんか小さいマンション多いな。人がなんかこっちの方向に行くと西成区民センターとかあるんですけど、ちょっと大きいな感じで、ちょっとねあの開けた感じになるんですけど、そこ行くとエリアとしては天ヶ茶屋のエリアになっちゃうから、だからちょっとまあそれはまた別の機会に、まあその行くかどうかっていうのは分からんけどさ、今現在予定に入ってないねんけどな。でも申し訳ない、今現在まだスーパー玉ですら一個も出てきてないもんな。どうしようかな次から。じゃあ次こっちか、右やな。まあ一応ちょっとまあ公園が見えたんで公園だけちょっと映そうか、ほんならな。まあちょっとまた公園があるんですけど、これが岸の里公園ですね。ちょうどこのね高架下が2つあって、そのこう間にパズルみたいにはめ込まれる形であるんだけどね。こっちの公園はまあ小さいわな。まあいや、それはこの辺まだ岸の里エリアかよ。なんかここのね、今この見てるこの方向の左の方向にとりあえず行かなあかんがな。んで、今ちょっと前に大通りがあるんですけど、これの下を地下鉄の四ツ橋線が走ってるんですよね。だからとりあえずその道路を歩いていこうか。それが一番硬いから。よし。本屋さんかこれ。よし、じゃあとりあえずここね、この道路が四ツ橋線の道路ですって言うたらいいんかな。言い方がちょっとちゃんと言う言い方が思い浮かばんかった今。これをちょっとまっすぐ行ってみて、んで地下鉄多摩での方に出たいな、とりあえずな。とりあえず今日はもう天気がほんまに悪すぎる。まあ、さっきほどではないけど、こんなどんより曇ってるのはあかんって。
いしょ。歩道橋があるね。どこまで行ったらいいんかな。本屋さんとかあったりするけど、もうあれやな、さっきからこうすれ違う人、もう軒並み柄悪いのにな、軒並みこわもてやねんけど、今をもってまだこうカメラ撮ってることに対して、撮ってるっていうか言い方悪いけど、まだ怒られてないっていうね。まあ、俺は別にその街を撮ってるから、そいつを撮ってるわけじゃないもんな、だってそう言えるけどな。こわもてしかおらん。長いな、思ってる。向こう側も行った方がいいんやろうか。ちょっとだけ行くよ、もうせっかくやし。せっかくなんでね、ちょっと今横断歩道をして渡ったんですけどね。これなんでしょうね、旗みたいな売ってるとこなんじゃん。売ってるっていうか作ってんのかな。よし、じゃあ行ってみるか。後半充実させたいって言うたもんな。何があんねやろな。大してそんなでも変わらんと思うねんけどな。それやったらもう早くそのメインのところ行く方がいいんかもしれんけど、そっちが先決なんかもしれんけど。普通か。 ないか。また公園あるやん。しょうがない、次で曲がろう。公園がねあるぐらいか。次にまた公園があったぐらいです。もう何公園か知らん。やっぱさっきのことに戻った方がいいね、これは。ああ、なるほど。大して、ああ、大してとか言うたらあかんねんな。まあまあまあ、普通のなんか感じやったわ。うん。こっちになんか面白いのがあるけどね。出世湯ってあるけど、これは普通の多分銭湯なんやろうけど、コインランドリーと、まあ銭湯が遠くにある感じなんやろうけどな。出世湯ってある、まあ、こっちがそうか。あ、これもそうか。あ、なんか大きいな。畳って書いてあるけどね。よし、じゃあやっぱり戻るわ。うん、まあ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 、別に出世湯ぐらいかな、面白かったのって。あ、今こう左前方にスーパー玉出が今見えてるんですけど、これ多分でもね店じゃないんじゃない、単なる看板、単なる広告看板があるだけなんじゃないかな。違うような気がするな。それかもともとここにあって、それが閉店してこの看板だけ残ってるかですよ。何でしょう。あ、ちょっと灰皿があった。あ、ホルモン、昭和ホルモンがあれなんや。よし、じゃあちょっとこの歩道橋で今からね、あの上がって向こう岸に渡ります。あ、最後は、え、横断歩道あるんか。ならそれで行った方がいいね。はあ、アジア食料品のなんかあったり、まあ、もうちょっとこっちに行かして、せっかくなんで。この辺なんかちょっとあれやねんな、多国籍料理街みたいな、料理通りみたいな感じなの。
この辺まで来てちょっともう一回戻るか。こっちはせっかくやからちょっと入ってみる。もうほんまにちょっとやで。はい、とりあえず渡ってくれたよ。うん、なんかこのカステラって書いてる看板やってんのかな思ったけど、これやってなさそうやな。あとごめんなさい。よし、じゃあこっちから行きましょう。北川建造商店フルネーム。こっち入ってよかったんかな。こっちじゃなくてよかったんじゃないの。さっきの大通り沿い行った方がよかったんじゃないかな。なんでこっち来たんやろ。ああ、ちょっと待って、変なの発見したで。八方亭ってこれほら見て、ラーメンの、多分ラーメン屋な。やってないんこれって。やってないんやな。やってない とこ多いな。こっちは何、こっちも公園かい。ちょっとまた雨が降ってきましたんで、でまあ、この前にあるのがこれが玉手公園なんですけど、ちょっと雨が降ってきたので、もう商店街入ります。うん、ごめんなさいね、ちょっと2点3点するけど、今から商店街入りますね。こっちもホーム行きたかったんですけどね。よいしょと入った。まあ一応ここがね、今回のあのあれなんで、うん、ちょっとね、前後、当初の予定前後してしまう感じになってしまったけど、まあしょうがないよね。よいしょ。あ、すごいなこれも。この辺もすごいね。なんか江戸時代やるいうてもなんか通用するもんな。ほんまはね、もうちょっと外の道通っていきたかったんやけど、一応なんか入り口が何箇所かあるから、何気になんかこうこんな屋根やのに雨防げてるんやなっていうのもなんかちょっとびっくりやけど、一旦今ちょっと外出たんですけどね、ちょっと雨がねもうほんまにすごいです今。でこっちが入り口もう一個あるんで、ここがメインストリートなんですよ。うん、雨の音がすごい、ほんまに。ちょっとまあまあまあ、うん、もうやってそうな店なんてもうちょっとしかないわほんま。こんなんでもあれでしょ、あ、今見えましたからね、これが、ちょっと雨音があるところで申し訳ないんですけど、これがスーパー玉手の1号店なんですよね。あんま大きくないんやけどね。うん、じゃあ行きましょう。結構ね、1号店があんなね、こんななんか商店街のアーケード街の中にあるんですよね。西川のりお師匠へ。これは何、我々乗っていいんかな。100円入れて動くやつやろうけど、ああよいしょ、ほんまよいしょやな。ジャルジャル風に言うとほんまよいしょやで。この雨、うん、なんかこう果物の何でしょうねこれ。うん、まあまあまあ、商店街じゃそんな大きい商店街でもないんで、ただ単にその多摩での1号店があるっていうことで有名な商店街だから、うんうん、まあ橋こうまで行く言うてもそんなもんすぐですけどね。うん、こっちは何もない。あ、何これ、あ、何これ、なんかこう、おそらく許可取ってなさそうな感じの。よくこのラインナップの中に
釣りバカ日誌ねじ込めたな、思うけど。雷年、あ、かっこいいですね。こっちはホテルとかもあったりする。どう言われないの。あ、もう出口やもん。ほら。よし、ほんで出口に来ましたと。で、まあここがまた岸の里玉での駅なんですけど、今回でも地下鉄で帰るんで、もうここは行かないです。ここからは帰らないんですよ。よし、雨も止んだということで。まあ夕立やからね、すぐ止むとは思ってたから。サロン、バロンドーラ、何やこれ。ブロイラー、まあ、焼き鳥屋さんか。古着とエコと思って。びっくりした。怒られたと思った。この辺は特にもうあれやもんな、大体が基本的にちょっとこう警戒心は他のところよりもちょっと強めにいかなあかんからね、うん、ほんまに。おで、なんかこう松屋電機がねあったり、こっちはないよ、一緒か。よっしゃ、じゃあこっちですね。まあとにかくもうあれですよ、何やったっけ。あ、ちょっと待って、横断歩道あるかな。よし、うん、ちょっと今気になるもん発見したので、こっち側にね、はい、ごめんなさい、ちょっと もうごめんなさい、もう一回渡ります、ごめんなさいね。うん、そこに横断歩道があるんで、そっちに行きます。うん、赤になっちゃった。こっちなんですけど、さっきなんかたこ焼き屋が見えたじゃないですか。それがね、会津屋っていうたこ焼きなんですけど、ここ、ここ、ちょっと待ってくださいね。前からもう一回映します。ここね、ラジオ焼きって書いてるでしょ。ラジオ焼きってたこ焼きの元の名前なんですよ。なんかのラジオ、昔昭和の時代だと思うけど、もっと前かもしれんけど、ラジオ番組でなんかこう誰かが、ごめんなさい、もうめっちゃもう説明の仕方下手やけど、作り方を考案したみたいな感じで、で一番最初はたこ焼きの前はラジオ焼きっていう名前にしたんですよ。それの発祥の地なんですよ、これ。このここ確か。じゃあラジオ焼き買おう。ここがね、たこ焼き発祥の地、たこ焼きとか、まあラジオ焼きのね発祥の地なんで、買いましたけどね、こうやって。うん、まっすぐ帰るつもりがちょっとだけ今あれですね、寄り道してしまいましたね。まあいい寄り道やからいいけど。よし、で今玉出駅の降り場、階段、降り口か、それが見えたんで、なんもうここで終わりにしますね。よし、いやいやいや、まあたこ焼きも買えたしちょうどよかったですね。本来はね、岸の里玉での南海のあの駅にもう一回戻って帰る予定やったんですけど、ここまで来てよかったんじゃないかなと思います。よし、そしたらね、まあちょっと雨も降ったりしたけど、うん、最後まで見てくださった方はありがとうございます。ではここで帰